すごいですね。3日前に企画した割には結構大勢集まってますね。集まってますね。集まってますね。3日前に企画した割にはすごかったね。でこういうのもどんどんやっていかないと、どうしようかなって悩んでたらね、いつまでたっても始まらない。まあそうですね、実際、でやって成功して評判のいいのだけ残していくようにすればいいわけですね。まずやることです、ね、そうですね、やっていかないと何も動かないですからね。そうなんです。で今はありがたいことにこう、YouTube なりね、何なりこうアップしとけば、結局視聴者数が多ければそれは、ね、人気があるっていうのは分かるわけじゃないですかね、でそれで視聴者数の多いのだけをこう伸ばしていくような形にすれば、どんどんいいのだけどんどん伸ばしていけばいいっていうところですよね。そうなんですね、本当に。そうしないと、もう答えが撮影会清美たくまさん、アクアスの方なら三島さんも本当だ。アクアス、そうなんです。この次はアクアス、あのフィシューなんてこともありますもんね。だこういう焼津のね、綺麗な公園、全部やってもいいじゃないですか。そうですね、綺麗な公園全部で撮影会やっても。おじさん疲れてる。疲れてますね、石間さん。このカオリン、この子は好き好きカオリンのパーソナルなんですね。3日前でこんだけ集まっちゃった。すごいですね。びっくりした。やれるもんですね、本当にやってみると。そうだね、すごいですね。カメラマンが来なかったらどうしようと思ったんですね。そこも決まってない状態で、カメラマン来るとか来ないとかっていう前に、モデルを集めちゃったもん。あ、すごいですね。まあ来なきゃ俺が撮ればいいかみたいな。それができるから。まあ英子さんもね、すぐ来るって言ってたからさ、じゃあ3人分まで大丈夫だ。でも本当スピードって大事ですからね。今日もここで健康勉強会やるって言ったらもう、エコさん来る前に決めちゃったことだもん。あ、そうなんですか。来るって今から出かけるって言ったら、何をどこに行くのかと思ったんです。なんか美味しいもんでもごそしてくれるのか期待しながら行ったら、ここに美味しいコーヒーごそもらったらいいんですけど。そう、美味しいコーヒー。歯ブラシやるって言って歯ブラシも聞いた。本当は今日歯ブラシやらなかったんですよ、もう時間ないで。全然時間ないですよ。わざわざ昨日買ってきたんですよ。ちょっと、どんなもんだか教えてくれませんか、歯ブラシ。歯ブラシ、これを、これを普通の歯磨きをする。これ普通の歯ブラシ、普通のですよね。これを、ある加工をしてですね、加工する、歯抜け歯ブラシを作る。歯抜け歯ブラシ、これがすごいんです。ほう。でも今日はもったいつけますね。次回の予告、次回じゃあ 今の予告で。そうです、そうだ、じゃあ次回11回目にはぜひね、見るしかないですね。そう、見るしかない。作り方もね、そうですね、見ないと絶対見ますよ。そうですね、もうこんだけ気になったら見るしかないですよね。ここでみんなレクチャーしてね、いただいて。そうですね、ここで講座開いちゃったりするんですよね。あと、やっぱり歯がやっぱあるかないかで全然健康レベルも違いますし、見ますもんね、本当に。やっぱせっかくなら長生きするなら健康だけ長生きしていただかないですね。美味しいもの最後まで食べたいですからね。だからやっぱ歯を磨くって非常に大事なので、歯ブラシも非常に大事はい、歯抜け歯ブラシ、歯の歯ブラシ、次回に期待しています。僕は次回まで覚えてるかどうかですね。次回違う番組になってるかもしれない。忘れちゃったかもしれないですね。そしたら電話して聞きます。もう昨日のことも全然覚えてないような状態ですのでね、一週間を覚えていられるかどうかなんですけど。どうなんですかね、わかりませんね。こればっかりはわかりません。来週になってみない、来週のお楽しみってことで。違うのやってそうな気がするからね。